白飯があれば大体うまい。どうもうっとりです。何その入り。さっきも申し上げた通り、バグなのか何なのかわかりませんが、トロッコが違うレールに移ったり増えたりと何かと不安定なので違う方法で運搬したいと思います。増殖はまだしもレール移動はちょっと回収的に問題があるからな。いやまあ増殖も結構すごいことなんだけどね。でも不安定のままだとせっかくのスライムに申し訳ないのでちゃんと回収したいと思います。まずは分解から、内側の焼き石を回収します。そしたら上向きのハーフブロックに置き換えます。上向きっていうのがポイントになるぞ。よしぴったり。2個残ってますけど。そしたらそのハーフブロックの下にホッパーを設置します。ここでちょっとご報告。ちょっと前からチャンネルトップが変わっているのですが、この度、動画投稿を定期化することを目指すことが決定いたしました。目指すことが決定いたしました。動画時間短いんだから投稿ペース早くなるのは当然だよね。あと、動画の質をある程度維持したまま動画作成を劇的に早くする術をヨーツベクリエイターで学んできたのも大きな理由です。ヨーツベクリエイターマジクリエイター。ということで定期投稿を頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。チョコ材な。いやスライムなんてどこにでも湧くだろ。始末する。まあ、小物ならダメージ与えないからこのままでいいか。ホッパー設置してて思ったんですけど、ホッパーの下のくびれ部分、この部分の判定が変わったんですね。以前のバージョンまで普通のブロックと同じ判定だったのにくびれ部分に沿って判定ができるようになったんだな。つまりホッパー下のチェストが開けられるようになったってことかな？ほう？これはなかなか。いいアプデですな。して、なぜ今マグマブロックを敷き直しているのだ？計画ミスで壊したマグマブロックを直しているのだよ。計画なんてないだろ。はい、まあこんな感じかな。下のトロッコは壊さないのか？まあ、壊しても壊さなくてもどっちにしろ使わないからいいかなって。鉄も木も金も一応無限に手に入るわけだしね。あ、でもレッドストーンは？レッドストーンは幸運のピッケルがあれば実質無限だしこれからそんなに使う予定ないから。これからトロッコをたくさん敷くんでしたよね。ほんまや。忘れとったんかーい。いやはや。本来の目的を忘れるところでした。何言ってるかわからない人はパート28を見るのじゃぞ。みんなもポケモンゲットじゃぞ。それがもう何を言っているのかわからない。あとは水を流すだけなのですが、その前にちょっとこの処理構造の解説を簡単に、今回の処理施設を一部くり抜いた模型がこちら。まあ、簡単な構造だな。それでは実際にスライムを沸かせてみましょう。あ、小さい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 。あ、中くらいだけど小さい。あ、小さい。あ、小さい。あ、小さい。よし、大きい。仕組みとしましては、まずは下のマグマブロックでスライムをやっつけます。見てわかる通り水の上なのでスライムブロックに触れない時もありますが、いつかは確実にやっつけてくれます。もしかしたらこの、触れない、のせいでスライムのスポーン効率が下がるかもしれませんが、もう考えたくありません。疲れちゃってる。スライムボールが出てきたら、植え付きハーフブロックの下を通ってホッパーに回収されて、そのままチェストにインします。ということで、こんな処理施設を作っているんですね。仕組み的にはやっぱり簡単だな。動画的にはつまらないかもしれないけど、考えるの面倒です。ということで水を流す穴を作ります。そのままマグマブロックの上に水源を置いてもいいと思うんですけどね。なんかこういうちょっとしたところはこだわってる感じを演出したいんですよね。こだわってるわけじゃないんだな。あ、ちなみに今無限にマグマブロックからダメージを受けていますが、スニーク状態にするとプレイヤーはダメージを受けません。だったらずっとそうしとけよ。いやまあダメージはほとんど防具が吸収してくれるし、後で経験値トラップで修理できるから。本当にチート防具だな。ヌルゲー大好きという感じで穴を作り終わりましたので水を流していきます。あ、なんかやらかした。角のところも水源を置いたせいで全部が水源になってしまったな。まずいぞこれは予想外だ。うせやろ。計画が崩れていく。計画してないからこういうことが起こるんじゃないのか。至急対策を考えてきます。はい、研究してきました。結論から申し上げますと、可能です。ということでまずは水抜き。そういえば海底神殿も攻略してたな。遠い昔すぎてさっぱり忘れていました。無限水源にならないギリギリのところに水源を設置すると水源が広がらずに中心に水が流れるようです。原理は知らん。ちょうどいいところに大きめのスライムが落ちてきました。一体どうなるのか見てみましょう。あーれ。まずいぞ、巣が出ている。粘着で、諦めろよ。スライムだけに。
あ、なんか冷めたわ。それは良かったですね。水、引き終わりました。お、ちょうどスライムが落ちてきましたね。美しい緑だ。今回は粘着されずに済みましたね。ついでに処理動作も確認。そっちが本編じゃね。それで波形測しに行きましょう。とその前に、さすがに外見が悪いのでちょっと家を作りましたのでご紹介。はい、ちょっとした工場というイメージで作りました。工場といっても煙突黙々の場所ではなく個人でやってる小さい工場という設定です。ここで商売もしていますよ。インターホンを押せば出てくるという設定です。お邪魔します。中の装飾はもう捨てました。最後まで頑張って。大きさが大きさなのでこれが限界ですね。この案内所でいろいろ案内してくれる感じがします。天井には蛍光灯がついています。下にある明かりがグローストーンだけで十分なのは上にこれがあるからか。結構明るいんだな。そしてここがスライムボールを集めるところです。ここはあんまり変わってないな。チェストを下に伸ばして収容量を上げております。ちなみにこのドアはこっちに抜ける道の入り口ですが、ここはあんまり手をつけていません。というか手をつける予定もありません。じゃ計測オーバー。ここのホッパーにレッドストーンを送ってせき止めます。お、もうすでに溜まってますね。計測は5分にしましょう。そんなに驚くほど溜まるとは思いませんが、悪くはないと思います。で、波計測スタート。と同時にピースフル解除。焦りすぎ焦りすぎ。はい、計測終了。ただ始まりにちょっとズレがあるので少しだけ無視。もういいかな。ということで5分の計測結果は1スタックと12個でした。100いかなかったのか。まあ5分ですから。さて、さっきからずっと謎のカチカチ音が聞こえていますが、その正体はこの中にあります。これは、まあ名前をつけると、鶴橋自動供給付き丸石自動生成施設。名前が安直だな。ここの目玉はこの鶴橋補給機構。一回ダイヤピッケルで放置して壊したもんな。キャラーアップ。まあ機構といってもそんな難しいものではありません。鉄ピッケルを出してまだプレイヤーが持っていたらホッパーが回収してチェストにもう一回収納されるだけです。このたくさんのチェストの中にね。こんな感じで上に持ち上げてくれます。もう一回見てみましょう。結構長いんだな。下のホッパーで回収された鉄ピッケルはあのシュワシュワの水をかけ上がり、このチェストに回収されます。その長いクロック回路の仕組みはとっても単純。ただただこんな風に防具盾をぐるぐる回しているだけです。そして木の感圧板を踏むと、こんな風にレッドストーン出力がなされるわけです。ここで放置するだけで鉄と丸石とスライムボールが勝手に生産されるわけか。ということで、今回はここまで。動画時間終わりにはやってることしょぼい気がするな。ま、正直一番時間かかったの丸石生産施設なんですけどね。なぜそっちを重に置かない。ではまた次回お会いしましょう。